さて、始まりました。もちチャンネルです。さあ、今、緊急で動画撮っているんですけども、まあ、緊急というか、まあ、何度も何度もあったことではあるんですが、やっぱりちょっとね、数がだいぶ増えてきたというか、やり方が変わってきてしまったので、ちょっと言っておかなきゃいけないかなという感じですね。前はDM で結構いっぱい来てたんですけど、まあ、今、DM ってなんか、送れなくなったんでしたっけ？なんか、認証マークついてないと送れないみたいなことだと思うんで、まあ、それで、DM の方は減ったんですけど、DM が使えなくなったというか、DM で僕に送ってこれなくなったってことは、別の方法で送ってこようとする人がいるわけですね。で、まあそれがインスタだったりとか、あとはいわゆる仕事用のメッセージのところに送ってくる人がちょっと増えてしまったので、そう、あれは仕事用のためなのでですね、僕にこの仕事の依頼をするための企業さん向けのものなので、そこに直でいろいろね、一人一人送って来られるのは困るので、こうしてください、ああしてくださいっていうのはね、なんでちょっとそれを言ってます。あとはいわゆる僕のベースのね、ライティングのやつあるんですね。モリテッドイングリッシュライティングっていうのがあるんですけども、そこに送って来られたりすることもあって、それ困るわけですよ。会社として、だ問い合わせですね、商品というかサービスですね、英文添削のサービスのところに、こうこうこうって送られてくると、他の人たちですね、その仕事というか会社の人たちが見て対応しなきゃいけないとかっていうので、すごい手間がいろいろとかかってしまってて、ちょっと先にというか、はい、今ね、ちょっと緊急で、お願いをさせてもらえればなと思います。そういうところに送ってこないでくださいっていうやつですね。で、まあ、受験生はタイガーファンディング僕はもう関わっておりませんので、僕に言われてもできませんと、いろいろなね、過去の志願者ですとか、これから志願者で出すんですとか、あとはもう嫌なものとしては、志願者で出ててお金もらえなくて、で支援してください、どうしてもっていうのがこれも来てると思うんですけど、まあ見てないので細かくは、はい、お金支援してくださいって何人もね今まで、来てます。受験生版タイガーファンディングのことでこの文句を言いたいっていう人も来ましたし、あとはこの間は何でしたっけ、受験生版タイガーファンディングに苦情を送ったらって来てて、なんか苦情を送ったって言ったら、なんかその出演者かなんかかと思ったら、全然出演者でも何でもない人がただ送ってるっていうだけで、そう、こういう風にした方がいいとか、番組はこうこうこうだからこうするべきだって言って LINE に送ったんですけど、無視されましたって来て、それ無視するに決まってるんじゃない、当たり前でしょ。なんでその志願者を募集している LINE があるわけでしょ、そこに意見を送ったって、それ募集のものなんだから、意見の何目安箱っていうんですか、なんとか箱じゃないわけだから、それ送っても返事は来ないですよ。でそれを僕に言われても無視されたんで、取り上げてください、取り上げるわけないですね。だってそれはその向こうがやってること何も悪くないですから、それ無視されたっていうのは違うでしょう。そんな一人一人に、だって志願者をこの募集する LINE アカウントに誰かが文句言ってきたからといって、それに返事をする義務は向こうにはないですから、なんで、そういったものを僕に言われても無理です。それは変わってほしいって思ってね、そういうのはあると思いますよ。声を上げるとかっていうのはあると思います。それもまあツイッターとかでね、自分で発信するとかだったら分かりますけど、この無視されたっていうのはそれ違うわけで、無視してるっていうか無視するのが当たり前だし、でそれを取り上げてくださいっていうのも全然もう角違いというか、全然関係ないことをしてることになりますので、はい、その意見を持って声を上げるのはいいことかもしれませんが、そういうのはやめてください。そしてそれを僕にいちいち言わないでください、皆さんですね、はい、そういう風に言ってく、まあだからコメント欄で書くとかだったら分かりますが、コメント欄でこうこうこうだとかっていうのは分かるけども、その LINE でね、その志願者募集の LINE で送って、それに文句を言うとかっていうのは違うと思います、はい、そしてそういうものをですね、いろんなところに送ってこないでください、はい、お金くださいの人もそうです、いろんなところに送ってこないでください、やめてください。もう留学するんで、知らんがな、俺はあなたを知りません。その受験生版タイガーファンディングに出た、見てません、はい、そんなこと言われてもわからないです。なんで私はそんなね、足長おじさんではございません。物理的には長いかもしれませんが、はい、そんな何にも知らない人にいきなりお金をハイポンとあげる人ではありません。わかんないですよ、そのね、キングみたいにものすごいなんかバズるとかね、盛り上がったんですみたいなのをね、持ってきて、はい、ほら話題になりますよとかって言うんだったらまだわかりますよ、はい、100歩譲ってね、
わかるんですけど、いきなり言われても私はどうしていいかわかりませんので、ほんとすいません。はい、緊急で動画撮りました。本当はね、これちょっと英語のすごいいい感じの動画が上がるはずだったんですけど、ちょっといろいろとねトラブルがありまして、その動画はお蔵入りになりそうなので、はい、いずれ何があったかはそれに関しては話せると思うんですけど、そしたらこのね、こうしてくださいっていうメッセージが来て、おーいってなったので、ちょっとね、はい、お蔵入りか、めっちゃ頑張って作ったのにな、うん、残念ですが、まあ緊急に代わりの動画を今撮ったんですが、メールが来てたので撮りました。メールで送ってこないでください。すみませんが、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、緊急でごめんなさい。